世界ウルルン滞在期。世界ウルルン滞在期。世界ウルルン滞在期は、1995年4月9日から2007年4月1日まで TBS 系列で放送されていたトークショーとクイズ番組を兼ねた世界気候ドキュメンタリー番組ある。2007年4月15日から世界ウルルン滞在期ルネサンスとして番組をリニューアル。2008年4月20日からはさらに世界ウルルン滞在期2008にリニューアルされた。いずれも毎日放送とテレビマンユニオンの共同制作。放送時間は毎週日曜22時-22時54分 JST。毎回日本で活動している俳優や女優、タレントがリポーターとなって海外でホームステイし、様々なことにチャレンジしていく様子をドキュメントとして放送し、その中からその国の文化や常識を筋尾の司会者とパネリストがトークを交え、クイズ形式で紹介する。滞在は1週間程度のことが多いが、滞在先にたどり着くまでに3から4日かかることも珍しくない。番組名は、出会い部、白馬、る、見る、体験をとってまとめたものと説明されているが、ホストファミリーとの別離の際に、ステイヤーたち、リポーターが涙すること、それにつられて涙もろい司会者の徳光まで泣くことが多かったため、当時、千葉玲子や持田真希が、点眼薬、大正製薬、アイリス CL-1 の CM で使った目が、潤うという意味の、ウルルンのセリフと待って、涙と関係があると誤解されることが多かった。この類には吹き替えをせず、字幕が使われていた。番組メインスポンサーは、一貫して、東レが担当していた。なお他の筆頭扱いの60秒スポンサーに、富士フィルムや、P&G も入ったりしたものの、それ以外は各社扱いの30秒スポンサー数社で提供してた。協賛は日本航空。この番組の歴代の最高視聴率は2001年12月23日放送分のあったかい冬。感動再会スペシャルの 21.7%、ビデオリサーチ、関東地区だった。番組は10年以上にわたって、視聴率が安定していたが、2005年頃から視聴率が横ばいとなった。2007年4月1日放送の総集編スペシャルをもって、世界ウルルン滞在期ルネサンスとしてリニューアルされた。しかし、番組は再度リニューアルを余儀なくされた。2008年4月からは、世界ウルルン滞在期2008となり、クイズ番組的な要素を完全に廃止した点を除き、再び従来の番組フォーマットに先祖返りしたが、2008年9月14日の放送をもって終了した。2011年4月10日にウルルンシリーズ2年半ぶりの復活となる世界ウルルン滞在期みんな元気に復活スペシャルが放送された。2008年10月から2013年3月まで未公開映像を加えて再構成された。世界ウルルン滞在期リターンズが BS-TBS で放送された。2015年8月15日、世界ウルルン滞在期2015夏の特別編、ドイツ平和村再会スペシャルが放送された。レギュラー、準レギュラーほか、2001年徳光が心臓発作で休養し、3週、清水圭が代行として務め、1週だけ、三宅裕司が代行として務めたことがある。また、番組開始当初から現在まで出演していたのは、司会の徳光と回答者の石坂の両者とも病気療養期間中を除くである。番組冒頭の下條によるガーゲートであったという特徴的なナレーションは高い認知度を誇った。また、もう一人のナレーターの富永は、クイズ出題の際のナレーションを担当する。富永が産休の際には、元秋田放送アナウンサーの村野日南が代行を務めた。回答者は、番組開始の1995年4月9日から2006年3月26日の放送分まで4人だった。2時間スペシャルの場合は8人4組が、2006年4月23日放送分以降からは5人になった。毎回、旅の思い出のシーンが蘇る回想部分から、最後に共産航空会社である日航ジャンボ機が映し出される映像、当初、日航ジャンボ機の映像はなく、エンディングの後、すぐに次週の予告編となっていたは、その名の通り、締めにふさわしいエンディングだった。その後、放送開始から満10年を過ぎ、エンディングテーマも数十回変わって放送された。番組プロデューサーであり、テレビマンユニオン社長の白井宏氏はかつて、アメリカ横断ウルトラクイズ、日本テレビの総合演出、プロデューサーを務めた。その際に培った海外体験型ドキュメンタリーの制作経験を活かして、後に毎日放送で地球シグザグを立ち上げ、同じスタッフと世界ウルルン滞在記を制作するに至った。構成作家の稲原誠、田淵博もアメリカ横断ウルトラクイズからのスタッフである。世界ウルルン滞在記リターンズは BS-TBS で放送されていた番組。司会は徳光和夫。世界ウルルン滞在記で放送されたドキュメンタリーに未公開映像を加えて再構成した番組。本放送時の伊豆部分、スタジオのトーク部分はなく、代わりに下條アトムが世界ウルルン滞在記 DVD の宣伝を入れる形となっていた。そのため、富永美奈のナレーションは世界ウルルン滞在記リターズでは出てこない。番組のオープニングとエンディングで徳光による解説が入れられていた。放送は毎週金曜日22時54分 JST だったが、各週本放送、各週再放送という放送構成となっていた。2013年春にすべての内容が終わり放送終了。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。